さあ行きましょう。レッツサムライ。よく焼けた肌とおしゃれに遊ばせた髪が目を引くこの男性、カメラが回っているようですが、もしかして YouTuber？ 村田翔一さん35歳。実はここから、まあ、ネギが見える範囲は全てうちの畑になるんですけど、このネギを生産している農家なのです。まあ、一言で言ったらイケイケ。イケイケですね。イケイケ。周りの人からイケイケと評される村田さん。たった一人で農業を始めてからわずか3年。年間の売り上げは1億円を超え、従業員30人を抱える企業へと急成長させた、今注目を浴びる若手農家なのです。京都府久御山町にあるロックファーム京都。村田さんの経営する農業法人です。看板商品は京野菜の九条ネギ。20代から30代が中心となって働いています。土台が悪いとどうしてもいいネギができないんで、その土作りが一番力は入れてます。近隣の農家にアドバイスをもらいながら堆肥を作り、その日の気候に最適な肥料の撒き方を研究。しっかりと実の詰まった良質なネギが育つようになりました。京都祇園の料理屋もロックファームの九条ネギに太鼓判を押します。手間暇かかってるのがもう見た瞬間分かりますよね。もう生き生きしてますし、やっぱりピンと力強い、なんかもう本人の顔出ますよね、あれを見た時に。北は北海道、南は沖縄県まで全国100県に及ぶ取引先へ九条ネギを届けているロックファーム。ここまで規模を大きくできた秘訣は一体何なのでしょうか。村田さんは実は元消防士。実家は代々続く農家でしたが、父親はサラリーマンと兼業で細々と野菜を育てていました。休日に畑仕事を手伝ううち、村田さんは農業の魅力に気づきました。農業、まだまだその他の、産業に比べると、まあ、遅れているとは思うんですよ。まあ、なんで逆にプラスアルファをどんどんやっていけば、まあ、その業界で、まあ、勝っていけるっていうか、まあ、勝負でもないんですけど、まあ、面白おかしくやっていけるんちゃうかなっていうのは。10年勤めた消防士を辞めた村田さんは、需要はあるのに暑い夏に栽培をする農家が少ない九条ネギに目をつけ、あえて年中生産を続ける手段を取りました。しかし台風で畑が全滅。そこで久御山町から北に25キロほど離れた亀岡市にも拠点を構え、リスクを分散することで1年間途切れることのない供給が実現しました。わざわざ例えば高速乗って30分かけて行く人がいい品っていうのはね、思ってましたけど、通常農家さんで言うともう出せなくなったらもうそこでちょっと出荷をストップしたら済むんですけど、まあ、僕らやっぱいろんなお客さんがいる中で、まあ、年間通してやっぱ供給する義務があるんで、まあ、これが今日入ってきたロックマームさんの荷物なんですけども、関東の百貨店などへ京野菜を卸すこの会社には、ほぼ毎日ロックファームのネギが届けられます。他の地域にも畑も使ったってやっぱりなかなかいらっしゃらない。ある程度の規模で安定供給されて品質も高く保っていくってなると、なかなか今うちの契約の方でも200件以上いらっしゃるんですけども、本当一握りの方しかできない。5、4、さあ始まりました、サムライクッキング。イエーイ。村田さんが力を注ぐのは味や供給量だけではありません。この日はスーパーの店頭で流すためのレシピの動画を撮影していました。手塩にかけて育てた野菜を消費者に届けるため、
農業にもプロモーションが大切だと考えています。去年の夏に新しく販売した白くて甘いトウモロコシは、舞妓さんの白い肌に見立て京都舞コーンと命名。舞妓さんが畑で佇む姿が注目され、即完売となりました。そんなロックファームには、農業を志す若者が全国から集まります。やっぱりいろんな大阪の農家さんも見たんですけど、ここが一番印象に残ってて、ホームページのかっこよさとか。北海道で農業を学んでいた坂本さんは、この4月からロックファームへの入社が決まっています。かっこいいって大事ですか？めちゃくちゃ大事です。やっぱり農業っていうのはなんかこう、まあ、高齢者っていうか上の世代がやってるっていう感じなんですけど、まあ、30代あれ20代が率先してやってるって形は本当に珍しいので。こっちが広村さんのやってる方で、こっちが僕の方で。ロックファームは今、次なる商品の開発に挑んでいます。それはイチゴです。村田さんが選んだ生産担当者は2人。今期それぞれのイチゴを試験的に販売し、購入者の投票でより好評だった方を正式にブランド化する作戦です。誰か1人にすると、まあ、そこのこの、まあ、能力にこう固執するじゃないですか、まあ、そこはやっぱりうちもまあゼロからスタートなんで、まあ、こうどうなるか分からへんっていうところで言うと、まあ、いろんなパターンが見えた方が僕も可能性を感じるっていうか。担当者の一人、川口さん。下にダラーンって倒れちゃうんで、はい、まあ、そう倒れないようにしてみたりとか、でもこっちは垂らしてみたりとか、あとこれ下プラスチックなんですよ、容器が、はい、でもこっちが発泡スチロールなんです。どれが一番いいのかっていうのを今年は試す年なんで、はい、いろんなことをやってみて。ライバルの広村さんとどちらが美味しいイチゴを育て上げるか、真剣勝負です。まあ、負ける気はしいひんですけどね。同じくねもう勝ちのルートが見えてるんで大丈夫です。向こうの人よりはかっこよく育てたいなって。あれから1ヶ月、再びハウスを訪ねてみると、神妙な面持ちの川口さんがいました。ちょっとこれはね、うん、対処した方がいいですよ。そうですよね。取った方がいいです。取るというと、もう捨てる。はい、丸ごと。丸ごと。なんと、イチゴの天敵アブラムシが発生してしまったというのです。この日、いつもアドバイスをくれるイチゴ農家の長村さんが駆けつけていました。広村さんのハウスにも赤くなりきらないイチゴが。2人それぞれに苦戦していました。あ、こんにちは。順調ですか？順調じゃない。ヒロさん順調ですか？以上。いや、なかなか苦戦してると思います。いや、まあ最初は仕方ないかっていうところですけど、です、ね、まあこれも勉強で、挑戦ですね。はい、まあ、その分成長してくれるやろうし、うちの広村が、はい。むずいですね。舐めてましたね。楽勝や思ってましたね。来年度の販売に間に合うように早速反省会。これ絶対ダメ。これ油虫めっちゃ好きですね。みんなが生き生きと働くかっこいい農業でありたいと村田さんは考えています。やっぱり今後はやっぱり若い世代の子たちに、まあ、職業の一つとしてしっかり選択していけるようなやっぱり産業にしていくためにも、まあ、かっこいいに越したことないかなっていうか、まあ、そこをこだわるっていうのはやっぱ自分が好きでこだわってるんですけど、まあ、そこは追求していけたらいいなと思ってます。
若手が輝くこれからの農業。村田さんの目の前には無限の可能性が広がっています。